クロックアッププレゼンツ、何だったっけ耳垢じゃないよ、耳山だよ、クロックアップ。ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ。クロックアップの池中奈美です。パーソナリティの杉原まつりです。そして、今日そして、今週のゲストは、声優のゆいかでーす。イエーイなんかちょっと鼻ズルズルしちゃって春を感じ始めちゃったタイプ。飛んでます？もう花粉ないはずなんですけど。じゃあ何由来の花？ちょっと前に、うん、風邪をひいて一瞬熱が出て戻って、うんうん、その後なぜか鼻水だけは止まらないっていう状況です。あまあ風邪ですね。皆さんもお気をつけくださいませ。はい、ということで本日はですね、なんと好評発売中、サキュアリアパート白川リムの CV 担当ゆいかさんが遊びに来てくれました。イエーイ、ここにねサンプルがバーンってバーンって、はい、バーンっておっぱいバーンってあります。ピンクいいのがバーンってありま ありますね。すごいパッケージ、ピンク色すげえ、なんかむせるぐらいのピンク色わかりやすい。すごいですよね、肌の感じとかこんなにピンクになってるかねっていうぐらいピンクですもんねピンクじゃないのはもうね、なんだっけ名前、みやびちゃんだけ。みやびちゃん肌がねちょっと黒いというか、うんうん、アソイロイドでね。はい、ということで先割りの収録エピソードがあればって書いてあるんですけど、ね、さっきもねその話してたんですけど私たち言ったら多分ね収録が終わった瞬間にこうその情報をこうククってゴミ箱の中に入れるみたいな。ああ、リソースをね確保するためにね、他のね普通にスッて終わっちゃう。いやでもね、わかります僕もね、あのラジオで喋った後じゃあお疲れ様でしたって言ったらもう何喋ったか覚えてないんでね。だからほらあんまり苦労しなかったのかな収録普通に楽しくね。ね、あ、すいすい進みましたそうだね、なんかこう なんかいいネタになるようなことを私はやらかしたとしてないっつって真面目だからねしてなかったっつってなんかスタジオ間違えればよかったね。本当だ、間違えればよかった、いけないって走って遅刻実際特に何もなかったっすよね、普通に普通になんかするとなんか休憩入ったら普通にペッて喋ってペッてもあとはあの杉原さんだけ、はい、あの音声作品用の台本があって、それがエグかったね。エグかったそう、やっぱりそのキャラクター的にその大家さんなんで他の人もちょっと少ないんですよ。そうなんです、うんうん、管理をするのが私の仕事ですからね。そうだからエッチシーンの数がちょっと少ないんですよ、うんうんうん、だその分あのボイスドラマでドーンと他の人と同じ分ぐらいそうなんですよそこでジューンってこうそこがこういったらないのよすげー濃かった。大家さん好きな人にとってはもうたっぷりたっぷり、うん、でも優勝得点、そうファンザの得点でありますので、ね、優勝得点でありますのでぜひねそっちも聞いてみてほしいなと思いますよ、はい、というわけで、耳の穴も下の穴もぬれぬれな約30分間、上の穴と下の穴どっちがお好きですか。上クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ。この番組はクロックアップの提供でお送りします。はい、改めましてクロックアップの池中奈美です。杉原まつりです。そして我慢できない、我慢できない時だから声優のゆいかです。今日全部入り間違えてひどい。はい、というわけでまずはこちらのコーナーから、ふつおた。このコーナーは番組に寄せられたお便りメールを紹介しつつまったりトークするコーナーです。さてと、おしらじ2回目、ですかね、放送回的には3回目でここに来るの2回目。ああ、そっかそっか、うんうん、まあ、2回撮りですからね。2回目のご登場となりました、ゆいかさん。はい。ロリから色気ムンムン熟女まで。役幅の広いゆいかさんですが、はい、どっち系の役柄が得意とかありますか。ああ、でも、ロリの方が得意なのかもしれないですね。最近でも本当に、なんか熟女系というか、お姉さん系はだいぶ増えましたけど、うんうんうん、でも、ロリの幅が最近増えてきて、なんか無口系もやるようになりました。昔はロリ元気バカ、ロリ元気バカだいいねっていう。エロゲーの中で熟女系っていうと何歳ぐらいからですか。でもやっぱ3、あの絵柄によって違う、うん、ああなるほど、あのリアル等身高い系、はいはいはい、だと多分40とかなんだろうけど、あの
プリプリ系だともう26から。プリプリ系プリプリ系プリプリ系なんだろう、キューピー系、なんかキラキラ系キラキラ系、かわいい系、かわいい系とかだとでも30くらい、まあ、20代後半ってもう熟女になってない、うん、お姉さんとはでも確かに呼ばれない呼ばれないかもしれない気がしますね、うん、確かに。なんかお姉さんっていうのも結構20代のその前後あたりが結構お姉さんって呼ばれがちな気がしますね、うん、そうだね、熟女なかなか。ゲームとかだとわりかしその30前半でももうすでにその扱いとしてはそのおばちゃん扱いとかするじゃないですか、うん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 、自分の年齢考えるともうおじいちゃんじゃんと思うときあるなんだっけ AV とかだと、うん、確か20代後半になると人妻者になったりとか、うん、あでも20代後半人妻者は普通にありそうですよね、うんうんうん、20代後半でその奥さんになって、宿女者はリアルだとどうなんだろう、でも40リアルだとね前後ぐらいになってくるんですか ね宿女者っていうと、あーなるほど ね、もうゲーム系だと割と若いところで熟女ってね、うん、なるからあんまり熟女でやるとやりすぎるんで、ちっちゃいやりすぎなんですよね。多分なんか40代入ってくると多分普通のなんかサブキャラとかのなんかエッジシーンがない普通のやつが出てくるけど、うん、40代の攻略ヒロインがなかなかいないないかも。なんか40代って書いてあなんか今日だけはみたいな役の方が多いかもしれないね、うんうんでもユーザーはそれをしてくれるわけじゃんだろうから、そうなんだよな、多分そこお母さん枠になってきちゃうんですかね。確かに40代後半、うん、のあたりになってくると優しくヒロインを見つめるママーンになるかもしれない、ね、でママーンという枠になるから熟女とはまた違ってきちゃう気はしますね。登場ヒロイン全部40から60ぐらいの、ね、60から45にしよういや3745にしよう。その3歳何なんですか。35ってまだ若いからね。36も若さを引っ張るからね。37はベストの。ベストベストベスト。37からでもね。37から45が世の方がメインヒロインの熟女もの。隠しヒロインで60入れよ。売れる？色気。多少垂れた感がありつつみたいな食べちゃうわよ感じになっちゃうよね。あネットネットリネットリしてもらってネトラレも入れよ。あお願いしま す, お願いします新しい企画が生まれてしまうはい、ということでじゃあメールの方いきましょうか。はい、ハンドルネーム冷やし中華さんからいただきました。ありがとうございます。兄貴まつりさん、ゆいこさん、ほしらじわ。ほしらじわ。お昼にパンを食べてて、ふと某アニメのチョココロネはどちらが頭かというのを思い出しました。あ、私は尖った方が頭だと思いますが、皆さんはどうですか。私クリームがもりってしてる方が頭だと思う。食べる方が頭、最初に食べる方が頭って思ってると尖ってる方だけど。え、最初に尖ってる方を食べんの。え、なんかと、あ、やばいか。え、漏れちゃう。漏れちゃう。え、なんか尖ってる方をちぎってクリームにつけて食うとかじゃなくて、普通に尖った方から食べる。だってジュワって出るでしょ。でもなんか市販の普通のパン屋さんとかだったら危険かもしれないけど、普通のスーパーねってそこまでなんかトロンってしてないから大丈夫かなみたいな。え、なんか尖った方からあの先の方からこう食べる。先っぽかどっちか。あの尖った方で。尖った方から言ってるから、そっちが頭、食べ始めが頭というならば血が頭だけど、うん、でもチョコの部分が顔にも見えるから、そしたらなんか頭、やっぱり尖った方が頭でいいですかね。でもよく考えるとあれってなんかヤドカリっぽくないですか。ヤドカリっぽいですね。であれをヤドカリと想定した場合、ヤドカリって下からピョッて出てくるじゃないですか。そうですね。であっちが頭でありお尻であるので、じゃあうん、もうこっち側でいいんじゃないクリーム見えてる方でいいんじゃない、うん、そうですよ。なんどういう派がいるんだろうね、うん、そうか。尖った方から食べるのは危ないと思うよ。じゃあ今度からあの、うん、いっぱいチョコがある方から行きたいと思う、ね、そうだ安全でブッて出ないからねちょっとなんか白いスカートなんて履いてた日にはなんか茶色いやつがちょっと違うの違うのチョコなのチョコなのこれは違うのいやあの人あんな茶色いの履いて違うの見ないでいけないいけない、うん、でも普通のクリーム、うん、チョコクリームじゃなくて普通の黄色クリーム、あれこぼしてもなんかちょっと嫌な感じですよね。なん
確かに黄色っぽくなるから茶色っぽく、明らかに 年帯だからな大丈夫かなってなるよ、ね、そういうちょっと粘っこいの出しちゃうんだ大丈夫かなってはい、じゃあ次のメール来てます。ハンドルネーム大介さんからいただきました。ありがとうございます。兄貴、まつり姉さん、そしてゲストのゆうかさん、みみラジワーと。先日ビッグマグナムコーナーにて投げかけた質問ですが、今動かなくていつ動くんだということで、転職に向けて転職先の近く駅近のマンションに引っ越しを決めました。おお、なんと家賃も安くなり転職先の給料も増えるといういいこと尽くし。じゃあプラス&プラスじゃん。その分しんどくなる内容ではありますが、お仕事や、お仕事はあの押す方のお仕事、はい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 、はい、飲みがはかどりそうです。さて皆さんは最近思い立って行動したことなどありますか。それではと、思い立って行動、思い立って行動、ああ、この前ね、はい、知り合いに誘われて、うん、今まで特になんか行くまいと思ってたわけでもないんですけど、うん、全く縁がなかった競馬場に行ってきました、うん、おお、大井競馬場、うん、どうでした。いや楽しかったですよ。へ、実際目の前を馬が走ってくっていうのはすげえなーと思って。結構近くで見れるもんなんですか。あ、もうめっちゃ近くで見れます。でただ最終レース、うんうん、で馬の名前で、うん、元吉ボンっていう名前の、元吉ボン、そうそう、それを僕は競馬新聞で見た時に、うん、元吉ボンって呼んでて、あ、元気そうじゃんと。いけいけ、今のところ多分消し入ると思うんですけど。で僕もそいつを主軸にして、はいはいはい、まあ、ちょっと硬いのとか大穴とか、ね、で主軸にして買ったんですけど、はい、元吉出走停止。なんでだろう。え、あのパドックに入んなかった。あ、あれもだったんだ。いや、あのパドックから遠く離れたところをずっとくる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 回ってて、言うことが聞かない。で出走中止って言われて僕もその前崩れ落ちる。全レース死にましたの。元気すぎちゃったか。ちょっと元気すぎちゃったんだなと思って。暴れ馬だったんだな。でとりあえず買った分だけ払い戻しで300円ぐらい戻ってきて、はいっていう、そんなことがありました。実際ね、なんか大間ちゃんのね、はい、おゲームがあるじゃない。あ、ありますね。私の友達が結構好きで、女の子なんだけど、でその子に聞いたんですけど、そのゲームきっかけで競馬場に行く、うん、人が増えて、最終的には競馬場にだけ残っていくっていう人が増えている。ゲームを卒業しちゃって。あ、でもね、割とその中央とかそっち そのメインレースとかやってる競馬場はそういう人多いと思います。うーん、まあ、地方はいないっすよ。多い競馬場ってもうほぼダートだし、へ、あ、芝とかないですよ、全ダート。へー。馬の足には悪そうだよね。なんかダートが得意な馬とか、そう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 、いるみたいですけど、で多分大町競馬場なんか知んないけど一回行ったことある気がします。うん、大井競馬場ですね。なんかそこでご飯だけ食べて、なんでなんかパドックのところなんか馬の状態見るのをなんか見るとこあるじゃないですか。ありますあります。あそこで馬がボトボトしてんなーって思いながら思いながら、尻尾でね、尻尾とか気にしないで歩くもんだなって思いながら、しょうがないんだな、なんかこういうところ美味しいなご飯って思って。僕が行った時は流行り病で、うん、その辺のお店とか全部閉まってたんですよ。あ、ただ馬を見に行っただけって。でもいいですよね、そういうの行かないようなところに行くのね。楽しかったです。なんか馬券買わなくても普通に楽しめました。なんか行く人にくっついてちょっと行ってみたら、結構何人かで行ったんで、おこれ食べようぜ食べようぜみたいな、うまみに行こうぜっつって行ったりとかしてたので、はい、じゃあ撮影いきましょう。はい、どもかおりさんからいただきました。ありがとうございます。池田かなめさん、杉原まつりさん、いらっしゃいましたらゲスト様、私です、ゆいかです、こちらでは。おじゃしゃーす。第66回ではリクエストしたゆりに最高以上の形で答えていただき誠にありがとうございました、うん、打ち合わせもなくあうんの呼吸で入るところなど、なんて素晴らしいゆり、本当に。昨今定着した尊いという言葉の適切さを実感しました。本当にこれがかの天下人豊臣秀吉が、豊臣じゃなくて尊い秀吉が来ましたわ来ましたわ、天守閣から見た景色から。なるほどね。しばし妨害したほど、同じ回でユリのリクエストが被ったのはそれだけ需要がある時代が来ているからだと思います。というわけで黒カプさん、ぜひユリ作品をお願いします。ユリ作品はね、僕には多分難しいのよ。
あじゃあサブヒロインでユリを私とマコチンがやるんで、あ、主にスパンキングしかしませんけどそういうユリ多分ね僕が作るんだったら多分おばちゃんに撮られる作品のが向いてんのよじゃあやっぱり37から45の、ね、そっちの路線のやつを、ね、ちょっとユリは多分ねそのユリにすごいこだわりがある人じゃないと全部手出しちゃいかんと思うのよな。何を求めてるかユリに対してっていうのが分かってないとダメなんですよね、やっぱりね。でそんな中で僕はもう自分のことをユリを履修してないってもう分かっているので、違うってなるって多分僕が作ったものは絶対違うユリになると思うんで、でもそういうユリもいいんじゃない、なんか知らない人がなんかね、あの女性向けん違う男性向け作家が書いた BL って新しくない？あーね、確かにさあ僕ねさあ BL とユリだけはね多分僕は手を出しちゃいかん領域だと思ってそうかな、なんかちょっとやってみるもんね、だって僕は BL なんかじゃただ気持ち悪いホモが出来上がるだけですよ、 BL じゃないですよそれは兄貴が主演、いやそれはないなあの世界ちなみにあと僕あの萌えもよくわからん領域なので、なんならわかるんですか、エロ、おうわうわ萌えになってエロは、うん、この私には萌えがわからぬっていう、ちょっと走れメロスみたいな感じなのでメロスは走った怒った、なんだ兄貴は走った走った、エロのために萌えはわからぬどうこの私には萌えはわからぬひたすらエロを走り続けろ面白い、はい、頑張ってまいりましょう、はい、頑張ってまいります以上ふつおたのコーナーでした。続いてはこちら、お試し ASMR 体験会。このコーナーはリスナーの皆様からいただいたお題セリフをバイノーラルマイクを使って読んじゃおう、ただし誰が読むかは神のみぞ知るというコーナーです。はい、もう説明するのもだんだん面倒くさくなってきました、とりあえずじゃんけんしましょう、はい、じゃんけんで最初はグーじゃんけんパーイ、最初はグーじゃんけんパーイ、23でもちろん守りの2番です。じゃあ僕は先行いきます、ラスト私ラストです。やっぱりね、ラストはやっぱりゲストさんに締めていただきたいですね。じゃあここにお題がございますので、1番の兄貴から引いてください。はい、いきます。手が真ん中から、いやー、ちょっと各自中身を確認しましょう。はい、じゃあ僕が一番手だから一番最初に言えばいいんですね。そうですね、はい、ちょっとみんなテンション下がるよ、ね、基本的にやっぱりねこのコーナーって、はい、女性に呼んでほしい人宛てがほぼほとんどそうなんです。そうですね、そうなんですよね。ちょっと僕は大体ドロを引いても憂鬱な気持ちになるんです。そうですね、まあ、その辺は変えていただいて、兄貴の、とりあえず私たちは出てね、うん、いい感じの兄貴の、はい、それでは皆さん無事収録は終えましたね、それでは視聴タイムです。まずは兄貴からかな、はい、うん、どうぞ。はい、ハンドルネームトープルンさんよりいただきました、ありがとうございます。じゃあ行きます。あのね、勇気がなくて渡せなかったんだけど、これバレンタインのチョコ、一応手作りなんだ、まだ大丈夫かな、あ、分離してる、はい、というような感じで。分離してるの。2月14日に使った。だって2月14日に作って今日何日、まあもう2月の後半に入って。常温に置いといたらもうアウトっすよ。うん、で手作りだしね。うん、トリュフチョコだったらなおのことアウトっすよ。分離してるが最高でしたね。くそが。なんかボッソボソのチョコで。あなたお待ちしております。ありがとうございます。はい。え、続きまして。あてくしですね。はい。杉原まつりさんでございます。はい、どうぞ。ハンドルネーム IH さんからいただきました。お買い上げ
ありがとうございます。栗2万個も食べたいなんて嬉しいです。お客さん、サービスで人参大の入れさせていただきますね。いいでしょう。2万個です。ああ、なるほど。栗を、はい、栗を2万個。栗ばかり2万個です。なんだろうな、成果工場。そう、もうなんだろう。モンブランとか作る成果工場。ね、それすらも2万個いくかねっていう。富士屋の埼玉工場でも多分2万個使わない。個人での消費はちょっと大変だなっていう。意外が通るのすごく大変じゃないです、うん、いや機械でしょ。機械か。ウィッウィッつって意外が取った後にさらにあの皮あります。あ、鬼皮、鬼皮か。鬼皮と渋皮があるのか。あれ剥かないと、ね、お家で栗を剥くにしても2万個も2万個も手取れちゃうよ。剥いて剥いてずっと剥いてあげる。余分に吹いておきましたので。はい、ありがとうございます。ご褒美です。はい、じゃあラストはゆいかさんです。ゆいかさんはーいです。どうぞ。犬子さんからいただきました。ね、2022年の2月22日って何の日？あいにゃんこの日。にゃーん、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 なんだよ。はい。ヒューヒュー、かわいい。あ、なんか、星ラジにはあんまりない、こう、かわいらしい要素と。そうですね。猫、猫、猫。だけど、いつも、厳しいお姉さんかおっさんしかいない。そうですね。ロリーいいですね。要はあまりない要素が珍しいやつを。最後可愛くない猫に。猫意外にね。猫ってニャンって鳴くのって人間だけになんでしょう。そうなの。なんかあれは甘えるコミュニケーションだから、うん、猫同士ってニャンって鳴かないんだって。子猫の時にその子猫が親猫に甘える時にニャンは鳴くんだけど、うんうんうん、その猫同士のコミュニケーションの中ではニャンって言わないから猫は人間に喋りかけるためにニャンって鳴いてる。へえ。一つ賢くなったね。愛しい。ってことはあのニャーンって泣いてきてる時はもう甘えてる時だ。甘えてる時か、うん、何かしろっていう要求か。いやこの前うちについてきて猫はすっげえニャーニャー泣いてたけど。いや飯をくれ。まあ飯やったらどっかいなくなったけど。あ、もう会ってましたね。楽しい楽しい。家の中にそれ入れられないんで外にこうやってちょっと置いてドアバタンって閉めてショットしてからパカッて開いたら飯はないわいないわ。そうなんですよね。もう用は済んだぜ。猫ちゃんですからね。そう、なぜ猫がね、こんなに繁殖しやすいかっていうとね、うん、猫の日にちなんで教えてあげるとね、うん、猫はね、1回の性交渉で必ず妊娠しちゃう。すごい。なんか、キャッキャー、え？なんか、猫の、あれって、なんかトゲついてるっていう話を聞いたんですけど。そう、なんかその痛みで排卵するから、そう。だから百発百中で妊娠しちゃうからこんなに多頭蓋崩壊が問題になってる、うん、なんかトゲがうんちゃらっていうのなんか聞いたことあるけど、そうそうそう、よくビールとか出てくる、出てきます出てきます。ビールとかでも出てくるし、エロゲとかでも出てくるよね。それだからちょっとはずあの抜けないみたいな感じになるっていう、そういう設定はいいと思いますよ。いいと思いますよ。あのなんつうね、例えばその猫の女の子がいたら、うんうん、その同族同士だと痛いけど、うん、人間だったら大丈夫みたいな。痛い方がいい、痛い方がいい、痛い方がいいんだ。痛くてそれがだんだん回数こなすごとにこう変わっていったりとかもする。で回数こなす前にだってもうできちゃうんで、もう次できないじゃないですか。分かった、去勢しよう。耳切ってあげっから。賢くなったね。賢くなった。お利口になります。というわけでこのコーナーではリスナーの皆様から ASMR で私たちに表現してほしいセリフやシチュエーションを大募集しております。はい、メーカー様、同人サークル様、そこもなくていいんじゃないかなって毎回思う。、うん、まあ何かあったら募集してください。はい、応募は番組ホームページの投稿フォームからお願いします。以上、お試し ASMR 体験会のコーナーでした。
わけで、クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ、耳山だよ、クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは、耳ラジオはいかがだったでしょうか。いかがだったでしょうか。楽しかったね。ヒュー、最初から失敗しまくりましたけどね。入るところ。入るところ。そこからっていう、ひどい。まあほら、緊張するとね、やっぱ入れるとこ間違ったりするんだよね。緊張してた？緊張、すごいしてなかった。ナチュラルに入ってほしい。ナチュラルに入るかもしれません。ナチュラルに間違えた。そうだっつってひどい。やり直しさせてくれないんだからそのまま流すよ。まあ星ラジはやり直してもいいですけど、やり直す前も流します。流しますからね。テイク2っつってテイク2っていうところまで入ってます。恐ろしい番組でございます。怖い怖い。私この間あの ASMR の、 その収録をしてきたんですよ、うん、なんていうのボイス作品の、はいはい、あれ体に来るよね。あ、来ます来ます。わかります。体に来るってどういうことですか。ボディに負荷がかかる、うん、あのなんていうのこの中腰になったりとか、うん、はいはいはい、あの無理な体勢、ジョジョみたいな体勢で台本読んでたりとかしないとなんかこうなんていうの、こうなってたりとか、台本が見えないって言ってたりとか、その時になんか目がすごい向きをしながら目がシパシパシパスっていう風に、あ、なるほどね、あのなんかの表紙からジョダロみたいなポーズしてるんですよ。ここに台本持ってこいとくからこう背伸びとかもね、背伸びが上からとか、あのその主人公が座ってる体で上から話しかけてたりとかするときに、そう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 、すごいヨタヨタしながらもうこれ以上は上に上がれないのって言って、でももう無理って、それはもう椅子かなんかに乗るしかないんじゃないですか。音鳴っちゃうのと高すぎちゃう、うん、そうすると結局そこで中腰もまたそれはそうだね。そうなのね、うん、こだわるとね、こだわり出すともうなんか、まあ、ほら座ってる主人公の近くで立ってっていうんだったら、その状況にしてやらないと絶対リアルな音声にはならんわけじゃないですか。でも途中で立ち上がったりとか姿勢を変えようとした時に、やっぱり椅子座ってたりとかするとギュッてどうしても音が入っちゃうから、うん、そのなんか自然な推移を考えると、やっぱり筋肉に物を言わせた方がプルプルするこのふくらはぎと腰とっていう、私もう収録後ずっと太ももが筋肉痛なの、うん、ずっともう1週間以上経ってんのに、角度失敗したなっていう体勢で言い始めちゃった。そう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 。でもこの子の肩にはないといけないから、この切り替えの時にもうこの体勢はしないってなる。そうするともう声優さんも今後ね、筋肉が必要な時代になってまいります。いや、必要ですよ。必要ですね。必要ですよ。ぜひあのリングフィットアドベンチャーそこで鍛えて、鍛えてね、足腰を。休みの日はあの24時間耐久リングフィットアドベンチャーをつけていただいて。きつー。あ、でもリングフィットアドベンチャーの最高難易度 の、うん、あのリアルタイムアタックが14時間らしいんですよ。ゲームスタートしてからクリアまで14時間らしいんですよ。地獄。途中で休めないんですかそれって。あのゲーム自体は休めるんですけど、うん、リアルタイムアタックなのでみんな休むことを拒否してぶっ続けてやるっていう。死んでしまう。え、本当にやってる人いるんですか。いや、今そうです。あの、うん、本人めっちゃムキムキです。やってる人ちょっとやばいですね。ゲームのタイムアタックとかって、うん、どこをどううまく切り抜けてとかあるじゃないですか、うん、もうリンクフィットアドベンチャーはそれ一切ないん、うん、体力次第なのでずっと輪っかみたいなこうやってやったり。あ、そうかそうか。意外にそれもそれ持ってるのだけで辛いですからね。この平行にして持ってるだけでも、ね、もうダメだよ。3分経ってないうちに下ろすよ。フルキースして平行に持って上に持ち上げて下ろすだけでめっちゃ辛いですよ。辛い辛い。ちょっとした拷問ですね。足クッキースですから。無理です。ぜひやってみてください。やらない。14時間耐久。ぜひあの YouTube でチャンネル作ってやってください。声だけしか聞こえないから、もう声だけ出して今やってる風を装いますよ。やってる風は得意だからね。やってる風は得意です。あのやってる風を装ってもリングフィットってあれの動きで全部分かっちゃうから。くそー、やられた。じゃあお知らせを。はい、クロックアップからはですね、サキュアリアパート好評発売中でございます。なんと今もう目の前にパッケージございます。はい、ぜひね、ご購入のほど遊んでみてください。よろしくお願いします。わあ、エッチだ。いや、まあパッケージの裏にもね、エッチなシーンがいっぱい載ってるんです。102号室、明るく優しい常識人だったの。なんか常識は
あるけど、あの外れるのが早いっすよ。あーなるほど外れてリミッター解除が早いっす。さすがサキュバス引きこもりサキュバス夢ヶ崎マーヤちゃん、はい、202号室ギャル系サキュバス夢のみやびちゃんでもね、みやびちゃんねすごいね、勤勉なんですよ。やっぱりサキュバスの人なので、うん、その漢字が読めない。なるほど。で漢字これなんて読むのっつってこう持ってきた感じが印鑑とかもうバカで可愛いこれあの101号室が大家部屋ということでいいですかね。そうですそうです。なるほど、うん、大家さんは大体あの出入り口近辺に住んでる出入り口近辺ね。はい、以上です。はい、 あとですねクロックアップツイッターやってます。はい、アットマーク CLOCKUPOFICIAL クロックアップオフィシャルで検索お願いします。あと、はい、最近ずっと言おうと思って忘れてたんですけど、うんうん、ラジオのハッシュタグあります。はい、星ラジ、はい、シャープ半角シャープ星ラジであるんで、うんうんうん、ぜひねそれで喋ってみたりとかしてみてくださいと、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、ゆかさんの方からは星ラジツイッターですね何かあればツイッターにあげるぜって。ツイッターとなんかあと無駄にサイトを作り出したので、そこを自分で作ってそこに一応更新情報とか載せるようにはしているので、ツイッター見てくださいツイッター見てください。ツイッター見てください。はい、以上でよろしいですかね。杉原さんは、あ、ツイッター見てくださいツイッター万能の器具だねリアルタイムで流れま す、はい、新曲情報です。はい、というわけでホチラジでは皆様のメールをお待ちしております。普通オタでは普通のお便り、お試し ASMR 体験会では、バイノーラルマイクで表現してほしいセリフやシチュエーションを大募集です。はい、はい、応募は番組ホームページの投稿フォームからお願いします。あ、違うわ、その他日本語のメールは何でも OK 上見てたその他日本語で読めれば何でも OK。 投稿は番組ホームページ内にあるメールフォームからお願いします。言ってることそんな変わんなかった。変わんなかったはい、それではクロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳垢だよクロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジオは終了のお時間となりました。はい、お相手はオリンピックやってみたい競技は、うん、うん、僕ね、氷の上をソリみたいなやつで決められたコースジャーって滑るやつ、なんだっけなんだっけ、あ、なんか3種類ぐらいじゃないですか、なんだっけ、ボブスレスケートの龍獣どれか分かんないけど、自分が先頭じゃないやつやりたい。自分が先頭じゃないやつ、なんかね2人ぐらいで乗って、2人か3人ぐらいで乗って自分が先頭じゃないやつやりたい。1人だけで氷に対してこ うつ伏せになってスレスレをこうやってチャーって滑るのだけは嫌だそれはちょっと、あれ多分僕やったら首折って死ぬんだよ。ああ怖い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 。はい、なんでかというと楽そうだから乗ってるだけでなんかなりそうだから。はい、クロックアップの池中ダメット、オリンピックやってみたい競技はそうですね、やっぱりカーリングかな。なんというかほら死ななそうだし。死なないっす ね、うん、投げる人じゃないと多分死ぬかもしれないですよ。え、だってこうやって擦ってる最中にあの氷の上を滑らないようにカーって一緒に走ってからみたいな。受け身取るがな、投げる側ですから擦る側ですから、こうやってやってるってことは滑った時に手使えないんですよ、つらっていった時になんか勢い行き過ぎてズンっていく可能性ってことですから。そんな腰を強打するスピードスケートみたいな勢いでは激突はしないでしょ。しない。トリプルアクセス、アクセルトリプルアクセスってなんかこう朝倉大輔3人いるみたいな。ジャンプした瞬間に壁に激突とかね、うん、しなさそうです。いろいろ強度しないで済みそうな。でも壁に激突した瞬間とかってこれ見たんですけど、うんうん、すごいっすねあれ衝撃ね。やばいよね。あの3人でこうやってガーって走るやつ。あー、はい、ありましたね。あ、一番後ろの人がつるって滑ってスッスーって滑って壁にドガーンって当たった瞬間見たんですけど。というわけでカーリングかな。はい、はい、パーソナリティ杉原まつり。そして、うん、どうしても無理やり入ってきたいんだね。ゲストはいいよ。ちょっと先走りしたい落とし物なの。じゃあどうぞどうぞ。オリンピックのところもすごい気になっちゃった。ゲストはって言って。ゲストはオリンピックやってみたい競技は、まつりさんとかぶりのカーリングのあの、こする方です。こする方。じゃあ私投げる。やった投げる方のプレッシャーえげつなさそうで。名前
前言ったあれゆいかの人でお送りいたしました。次回は3月11日更新予定です。本当合ってる3月11日で合ってる合ってる。はい、せーの、それじゃあまたね。クロックアッププレゼンツ、耳垢じゃないよ耳垢だよ。クロックアップ ASMR コンテンツのラジオは耳ラジ。この番組はクロックアップの提供でお送りいたしました。